なんだって？さやの話？今？高尾でーす。今日はメイクしてる。ブログで何？ありがとう。そう、インスタも更新した。めっちゃインスタ映えって感じ。映えの写真を。映えスポット。映え写真ゾーンです。もうちょっと続きそうです。そうですよ。緊張顔？ないないない、緊張顔。なんだなんだ。今日もメッセージ返っていこうかな。明日までなんですけど、まだ全然終わってません。明日までなんですけど、そう、さりげなくやばい。お絵かきもやってみたけど、どうしようかね。明日の何時まで？わかんない。明日までじゃない。てか明日の方が忙しいよね。大丈夫かしら、ほんと。めっちゃのんきにしてるけど。どうしよう。もう。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。とりあえず書いてみます。明日の方がね、忙しいんだよね。でも楽しみだけど。うん、楽しみに待ってて。メッセージカードもうね、ついてますから。明日は楽しいことが起きる。なんでしょうね。うん、夏休みの宿題もこんな感じだった。今だから言えるけど、本当に日記がめっちゃ苦手で、日記がなんか最終日らへんに全部書いてた。最初の方はちゃんと書いてるけど、真ん中らへんからだんだんと、今日はいい天気でしたみたいな。でも真ん中らへんはちょっと雨にして、家で過ごしましたとか。そうそう。時々本当のこと書いたいね。弟と遊びましたみたいな。今だから言えるよね。そう、一言日記だったのよ。勉強をしましたとか。
今ならちゃんとできそう今ならもう小学校の頃のなんか気分って本当に難しい。小学校、中学校、中学校かな。でも最初にもらう夏休みの宿題の新品な感じは好きだった。メールは、あ、そう、メールは全然大変じゃないんだよね。メール好きなんですよね。あんな方に送るの好きなんだよね。そうそう、だいぶちょっと忙しい日はもうギリギリに送るんですけどね。めっちゃ好き、嬉しい。フェイク夏休みの宿題よね。文章を書くのは、あ、文章を書くの好きだよ。なんかブログも好きなんですよ、私書くの。でも自分で書きたくて、自分でなんかパソコンとかでなんかこうして、なんか投稿ボタンみたいなのをして更新したい。でもね、そう、今違うんだよね。ちょっと変わってくるんだよね。パソコンしたいな。クラスにさんやったら嬉しい。私が私がいたら嬉しい。ゴーストライターはいませんよ。今まではあのなんだろう、スマホで文字打って、なんか行間とか全く分からずにマネージャーさんに送ってますね。そうそう。でマネージャーさんが代わりに投稿してくれるんですけど、なんか雰囲気とか、なんか行間とかいろいろ、そう、なんか分かんなくて、今日は早め。そうなんです、もうね、バッチリですよ。お昼からバッチリでこんな感じだったんですけど、特に何もせずに過ごしましたね。行間は、いや、自分が開けとるけど、マネージャーさんはただそれを全部コピーしてただ貼り付けて多分投稿してるだけ。なんかなんだろう、なんか画像とかもそのままだから、なんとかでした、画像1とかしてなんとかなんとかです、画像2とかして、なんか画像2とか、それがなんかちょっと難しい。なんかブログ載せるとき結構画像いろいろ載せたりするから、そうそうそう。とかいう本当にめっちゃ小さなこだわりめっちゃちっちゃいこだわりがすごい、うんってなる。ね、なんだろう、メールの数っていうよりかは月に、月で一律なので、私は毎月1日3通以上は送ってるから、月に100通ぐらいかな。今度はいつ関東に来るのかな。あれだよ、あのね、あれ、歌舞伎町のフェスで PR 舞台でですよ。誕生日メール楽しみに。
えね、そう結構今日何通送ったかな、今日何通送ったか分かんない東京行く時も行かせていただく時もあります。今日は5通、もう5通送った、8も送った、私8も送ったいや5ですね、5です。適当に言ってる、もしかして。そう、お休みメールはまだ送ってないですから、それもありますよでもそのぐらいの気持ちだったんだよね、そのぐらい来たつもりだったよ。サンキュー、サンキュー、サンキュー。確かにインスタの更新もしたしね。そうですね。朝早く続いてるね。何気に。あとインスタフォローありがとう。もったり、そのメールの内容盛りませんよ、そんなことはしません。日常ですからね、そんな日常は本当にそのまんま書いてる。何書こう？日常知りたい。ぜひぜひメール見てください。書くこと決めてから蓋開けんとマジックが乾いてしまう。もうね、なんか昨日から絵描き出してから結構絵描きましたね。まあどっちも嬉しいよね、絵もメッセージも。うちも嬉しいですよね。どうしようかね。笑顔のチャンスゾーン。
のペンにしよう。あとはめっちゃ音がする。アスパラベーコン好きですよ。ね、めっちゃ音鳴る。音鳴るけど、こっちのペン鳴るけど、めっちゃいい細さ。どっちにしようかね。ちょうどいいのがない。いや、これはただあのメッセージカードを書いてるだけで、明日締め切りなんで。明日は締め切りだから。そうなんです。どうしようかね。期限を超えて提出するもの提出物は確かに私が期限超えたら皆さんの元に届くのが遅くなるかもしれん。本当に でも今まで期限を守らなかったことがないからどうなるかわからない。
詩人のようになっている。詩人系か。イラスト系か。どっちかですね。こんばんは。こんな早い時間になんかもうご飯も食べたし、今配信もしてるから本当になんかめっちゃ久々かも。なんかこの時間にいろいろ終わりそうなの。でもゲームも、したんですよ。ゲームもしたし、そう、もう、なんていうの、ルーティーン動物の森のルーティーンもしましたし、もういいんですよね。毎日のルーティーンがありますから。そう、あつ森です。ちょっと変になっちゃった。変になっちゃった。どうしよう。どうしよう。ああ乾いちゃった。どうしよう。
ぞろうかな。なぞりの術。おお、よくなった。なぞったらよくなった。え、なんか昨日から本当になんかやばいってなるけど、ちょっと施したらなんかよくなる時ある。やっと。よきよき。あとはもうわからん。あとはもうわからん。すいませんね。よし、1234567、1234567、よし。よし。エア難しいな。
笑のチャンス。しりとりね、安否がしてたやつ。しりとりはすごいね。全く分からんかったし、なんか、間違ってなかったし、かも正解見てもなんか合ってるか分からんかった。そう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 、ん？みたいなとこあった。エアギターわからんかったな私。あれスクワットって思ったんや。これはスクワットだなと思ったらエアギターだった。アンピーよりかは分かりやすいはず。私もスクワットらへんで諦めちゃったけど、最後らへんのなんかやつ、てかファンの方のなんか憶測解説解析で知ったことがいっぱいあった。激辛とか、なんかまずなんか私なんだっけ、チーズも分かんなかったし、なんだっけな、きな粉だっけ、なんかなんか分かんないなと。チーズも分からんかった。あ、キムチかキムチ分かんなかった。アンピー独特だよね。そうだよ、ニネタンとアンピーは本当に独特。ニネタンとアンピー話が噛み合っとるんかなあの二人の会話気になるの。確かにキムチ難しい。見合っとんかいな。確かに。確かに話すスピード違うね。二人とも。話すスピードがまず違うわ。アンピーとリンリンが、同じぐらいかな。でも二人が喋ってるのもあんまり想像できない。アンピーとさやかに
さやかりんもちょっと感性がちょっと独特だからな。アンピーとさやかりんもどんな会話するんだろうな。しかもさやかりんはあんまり自分からなんだろう、あんま言わないから、気になりますね、組み合わせ。そうなんだ。さやかりんの絵しりとりは分かりすぎるんじゃない？分かんないなんてことはなさそうだよ。うますぎて。ただめっちゃ、完成はがいつになるか分かんないけど、その絵しりとりの。でもなんかこう、なんとなく書くねって言ったのがめっちゃうまいからな。なんとなく、書いてみるねって言ったやつがもううまいもん。なんかちゃんと影があるやつ。すごいよ。影作るのは本物だよ。シートリ、まあ、いつかしますね。ちょっと今日は本当に明日締め切りのやつ、やばい、あと3時間。よし、手が止まった。なんか本当のあれみたいになってる。分析力ある。確かにね。私上手くないけど、なんかいいねって言われますね。よくわかんない。好きって言ってもらえることありますね。自分では分かんないけど、味がある印象的ね。ありがとう。そう、なんかいいねって。その理由は明確ではないけど、なんかいいね。嬉しい、可愛い、嬉しい。ハートちゃん描こう。私ハートちゃん好きなんよね。
ートちゃんはね、ハートの形した、ハートの形して人間の手が生えてるの。ハートちゃん、怖い。怖くないよ。そう、チャートリのあのトートバッグ、さやかに帰ってくれたやつの候補に入ってるよ。候補であのカートちゃん書いたら美化して書いてくれた。ありがとうございます。ん、ハートちゃん、いや私の勝手に作り出したキャラなんですけど、それをなんか使ってくれるみたい、使ってくれるってなって美化して書いてくれた。私が描いたハートちゃんは確か目が点なんですけど、美化されたやつは目がめっちゃキュルンキュルンのなんか二重みたいになってた。二重まつげみたいになった気がする。そう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 、目がハートじゃないよ。確かにジャイアンみたいかも。だからどんな、でもそんな感じだった。ジャイアン、ジャイアンって本当に歌があんな感じなんかな。あんなに、いや、みんながあんな、なるほどの。みんながあんな、なるほど。あの土管のある公園、土管しかない公園、空き地か、あれ公園じゃなかった、空き地やった。
空き地、空き地ってあんな感じか。そう、いつもドラえもんたちが集まっているところ、いつもあそこに集まる。あそこか、スネ夫の家。そうそうそう。そう、学校の裏山か、教室の廊下。で、バケツ持ってる。ケツ持ってた。やばい、もうドラえもんの世界が頭から離れない。だって伸び伸びた。どうしようかな。伸び伸びたくん。でも、すごいね。タイムマシンいいな。私も欲しい。しちゃった。すいませんね。いろいろ思い出しちゃった。
んか自分の字うまくない。そんなことないよ。なんかいいよ。僕はそう思わない。どんな君だって決めてしまう。かわいい子ありがとう。ハッヒハフハフ。フハフハフ。立体文字書いてみよう。けた。雲みたいにしよう。
雲、空の雲だよ。わあ。また挑戦。次は英語で。あれ？合ってるか。スマイルチャンス。よし。あと10枚。あと10枚。かわいい子が、こう かわいい女の子かけた。嬉しい。めっちゃ美化されてる自分。だよん。ちょっともう一回書こう。Thank you.
次は空バージョン。よし。よし。めっちゃ可愛い。え、めっちゃ可愛いんだけど。え。めっちゃ可愛い。こっからどうするかよ。おお。ここに人間も描こう。よし。ドア、ドアップバージョン。
てひらめき。なんてひらめきを。高尾先生。あとは ハートちゃんの登場。ゴールは見えてきたよ。あ、あと5枚です。でもまだあるけどね、まだあるけどね。ひらめいた。
よし。初見です。ありがとう。よしよし。ありがとう。メッセージカード書き書き中です。
やばい。猫ちゃんマークの口がなんかナポリタン食べた後の口みたいになった。わかる。ナポリタン食べたん。まあよいしょ、笑顔のチャンスかけた。イエイ。よし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 、ありがとう、ありがとう。で次は息をするところです。息をするところ。これも明日までです。しかもこっちは全然まだかけてない。でもちょっと休憩しよう。それか配信切るか。このまま寝たらやばい。明日めっちゃ焦る。眠たくなってきちゃった。
そろそろ終わるか。めちゃくちゃ可愛い、嬉しい。バイバーイ。感情変わるかな、これ。うん、はじめまして。今来たばっかり。ありがとうございます。根元が出てきちゃった。でも寝ない、でも寝ない。この時間には書く。うおうお。え、もう9時半なの？うおあ、変わった。バリーさん、マンモスさん、マー君。
なおさん、まいせんさん、みつるんさん、ふじぽんさん、かほまさうさぎさん、F 渋谷さん、二学期は学級委員さん、ロックオンさん、たてさま、もてきさん、ミッドナイトシュガーさん、たかしさん、キャスパー大くん、けんたろうちゃん、猫のおかずさん、ちくわドーナツさん、いなっちさん、犬ちゃん、らくらくさん、大西くん、りんさん、餃子パンさん、メガバイトちゃん、エビスさん、いくごぴょんぴょん、マピさん、ゆうきにゃんにゃん、とねっこさん、ハムちゃん、りょうさん、たまごサンドさん、ありがとうございます。じゃ、バイバーイ。